ニュースのお時間です。ナビゲーターを務めさせていただきます。増座でございます。昨日にタイソン氏の復帰第1弾の動画が公開されました。チャンネルのテーマがボランティアと挑戦ということもあり、地元の公園清掃を行っておりました。正直、見ていられませんでした。これはディスりではなく、視聴者目線での意見です。何をやっているんだという内容です。まず、サムネイルで言えば、公園に子供が書いたような文字でした。ツッコミどころしかありませんが、まず、サムネイルは飲食店のメニュー、CD などのジャケットと同じです。例えば、音楽のジャケットに本人が写っていないものはありますか？ファンは、タイソン氏を求めているのであって、公園ではありません。なぜ、公園をメインに打ち出しているのか理解に苦しみます。あとは、画面の設定です。動画を撮影した時は横向きだったと思われますが、書き出した際に縦向き設定にしております。再生をすると黒い余白まみれとなっており、見ていられませんでした。公開する前に確認をすべきです。確認をして、これだったら本当に舐めているとしか言いようがありません。以前と動画と比べてもテロップが少なく、さらにはタイソン氏の良さを引き出すテロップ構成となっておりません。技術は一朝一夕に身につくものではないので仕方ありませんが、どうしても以前の動画と比較をしてしまいます。なので、本当に復活をされるのであれば、編集ボランティアを募集されてはいかがでしょうか。善意のボランティアは絶対にいます。実際に会って膝を交えてから依頼しても良いと思います。今の技術のままでは、少なくとも本格復帰は程遠いものとなってしまいます。もしくはマネージャーが徹底して勉強をし、編集時間を今の3倍以上費やすと良いと思います。また小山慶吾さんも所沢のタイソン氏と連絡を取り、騒動のことを聞き、今後にコラボすることもお話をしたそうです。もし小山さんとコラボをされるのであれば、本当に編集をしっかりとお願いいたします。最大のチャンスを生かしきれないのはもったいなく思います。ある種エールのようなニュースとなり、賛否両論あると思います。エールを送りたい人、もっと攻撃したい人、両方の観点を織り込みながら、独自の視点でニュースをお送りしております。個人的に責めるつもりは一切ございません。そこはご了承のほどお願いいたします。それではチャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。